そのうちに、源氏有名の戦時が下り、帰郷の段になると、忠実に持っていた思想の固さを、誰よりも先に認められようとする男女に、それぞれ、有形無形の代償を喜んで、源氏の払った時期にも、末摘む花だけは、思い出されることもなくて、幾月かがそのうち経った。もう何の望みもかけられない。長い間不幸な境遇に落ちていった源氏のために、その勢力が宮廷に復活する日があるようにと念じて暮らしたものでもあるのに、卑しい階級の人でさえも、源氏の再び得た輝かしい地位を喜んでいる時にも、ただよそのこととして聞いていねばならぬ自分でなければなかったか。源氏が今日から追われた時には、自分一人の不幸のように悲しんだが、この世は、こんな不公平なものであるのかと思って、末摘む花は、恨めしく、苦しく切なく、一人で泣いてばかりいた。第二の夫人は、私の言った通りじゃないか。どうしてあんな見る影もない人を、源氏の君が奥様の一人だとお思いになるものかね。仏様だって、罪の軽いものほどよく導いてくださるのだ。手もつけられないほどの貧乏女でいて、威張っていて、宮様や奥さんのいらっしゃった時と同じように思い上がっているのだから、始末が悪いなどと思って、一層軽蔑的に末摘む花を見た。ぜひ決心をして、九州へおいでなさい。世の中が恋しくなる時には、人は進んでも、旅に出るではありませんか。田舎とは嫌なところのようにお思いになるかもしりませんが、私は受け合ってあなたを楽しくさせます。熱心に同行を促すと、貧乏に飽いた女房などは、そうなればいいのに、何の頼むところもない方が、どうしてまた意地をお張りになるのだろう、と言って、末摘む花を非難した。侍従も、第二の老いのような男の愛人になっていて、京へ残ることもできない立場から、その意志でもなく、女王のもとを去って、九州行きをすることになっていた。
京へお置きして参ることは気がかりでなりませんから、いらっしゃいませ、と誘うのであるが、女王の心は、なお忘れられた形になっている、源氏を頼みにしていた。どんなに時が経っても、自分の思い出される機会のないわけはない。あれほど固い誓いを自分にしてくれた人の心は変わっていないはずであるが、自分の運の悪いために捨てられたとも、人からは見られるようなことになっているのであろう。風の頼りででも、自分の哀れな生活が源氏の耳に入れば、きっと救ってくれるに違いないと、これはずっと以前から女王の信じているところであって、屋敷も家も昔に倍した荒廃の仕方であるが、部屋の中の道具類を束縛の金に変えていくようなことは、源氏の来た時に不都合であるからと忍耐を続けているのである。気をめいらせて泣いている時の方が多い末摘む花の顔は、一つの木の実だけを大事に顔に当てて持っている仙人とも言ってよい、機械なものに見えて、異性の興味を引く価値などはない。気の毒であるから、詳しい描写はしないことにする。冬に入れば入るほど、頼りなさはひどくなって、悲しく物思いばかりして暮らす女王だった。源氏の方では、コインのための盛んな発行を催して、世間がそれに湧き立っていた。そうなどは平凡なものを呼ばずに、学問と徳の優れたのを選んで生じた、その物事に、女王の兄の善治も出た帰りに、妹君を訪ねてきた。現大納言さんの発行に行ったのです。大変な準備でね。この世の浄土のように、法要の場所はできていましたよ。音楽も武学も大したものでしたよ。あの方は、きっと、仏様の化身だろう。五浊の世にどうして生まれておいでになったろう。こんな話をして、善治はすぐに帰った。普通の兄弟のようには話し合わない二人であるから、生活苦も、末摘む花は訴えることができないのである。それにしても、この不幸な惨めな女を捨てておくというのは、情けない仏様であると、末摘む花は恨めしかった。
こんな気のした時から、自分はもう、帰り見られる望みがないのだろうと、ようやく思うようになった。そんな頃であるが、第二の夫人が突然訪ねてきた。平勢はそれほど親密にはしていないのであるが、連れて行きたい心から、作った女王の衣装なども持って、良い車に乗ってきた得意な顔の夫人が、にわかに、日立の宮邸に現れたのである。門を開けさせている時から、目に入ってくるものは、後輩そのもののような、寂しい庭であった。門の扉も安定がなくなっていて、倒れたのを、友の者が立て直したりする騒ぎである。この草の中にも、どこかに三つだけの道はついているはずであると、皆が探した。すすけた貴重を押し出しながら、侍従は客と対したのである。容貌は以前に比べて、よほど衰えていた。しかしやつれながらも綺麗で、女王の顔に、変えたい気がする。もう出発しなければならないのですが、こちらのことが気がかりなものですから、今日は侍従の迎えがてらお尋ねしました。私の好意を汲んでくださらないで、ご自分がちょっとでも来てくださることをご承知にならないことはやむを得ませんが、せめて侍従だけをよこしていただくお許しをいただきに来たのです。まあお気の毒な風で暮らしていらっしゃるのですね。こう言ったのであるから、続いて泣いてみせねばならないのであるが、実は第二夫人は九州の長官夫人になって、出発していく希望に燃えているのである。
宮様がおいでになった頃、私の結婚相手が悪いからって、交際するのを嫌いになったものですから、私らもついかけ離れた冷淡な風になってしまいましたものの、それからもこちら様は、源氏の大将さんなどとご結婚をなさるようなご幸運でいらっしゃいましたから、晴れがましくてお出入りもしにくかったのです。しかし人間世界は幸福なことばかりもありませんからね。その中で我々階級の者がかえって気楽なんですよ。お呼びもない見学のあるお家でしたが、こちらはお気の毒なことになってしまいまして、私も心配なんですが、近くにおりますうちは何かの場合に力にもなれると思っていましたものの、遠いところへ出ていくことになりますと、とてもあなたのことが気になってなりません。と夫人は言うのであるが、女王の心は動いた風もなかった。ご好意は嬉しいのですが、人並みの人にもなれない私は、このままここで死んでいくのが何よりもよく似合うことだろうと思います。とだけ末摘む花は言う。それはそうお思いになるのはごもっともですが、生きている人間であって、こんなひどい場所に住んでいるのなどは他にめったにないでしょう。大将さんが修繕をしてくださったら、またもう一度玉のうてなにもなるでしょうと期待されますがね。近頃はどうしたことでしょう。兵部教の宮の姫君のほかは、誰も嫌いになっておしまいになった風ですね。昔から恋愛関係をたくさん持っていらっしゃった方でしたが、それも皆清算しておしまいになりましたってね。まして、こんな惨めな生き方をしていらっしゃる人を、三竿を立てて、自分を待っていてくれたかと、受け入れてくださることは難しいでしょうね。こんな余計なことまで言われてみると、そうであるかもしれないと、末摘む花は悲しく泣き入ってしまった。しかも、九州行きをうべなう風は微塵もない。夫人は、いろいろと誘惑を試みた後で、では侍従だけでも、と日の暮れていくのを見て、せき立てた。Thank you.
侍従は名残を惜しむ間もなくて、泣く泣く女王に、それでは、今日はあんなにおっしゃいますから、大国にだけついてまいります。あちらがああおっしゃるのも、もっともですし、あなた様が、行きたくおぼしめさないのも、ご無理だとは思われませんし、私は中に立って辛くてなりませんから、という、この人までも女王を捨てていこうとするのを、恨めしくも悲しくも、末摘む花は思うのであるが、引き止めようもなくて、ただ泣くばかりであった。形見に与えた衣服も皆悪くなっていて、長い間のこの人の行為に報いるものがなくて、末摘む花は自身の抜け毛を集めて、かずらにした九尺ぐらいの髪の美しいのを紙のある箱に入れて、昔の良い勲功を一つぼをそれにつけて侍従へ送った。筋を頼みし玉かずら、思いのほかにかけ離れぬる。死んだママが遺言したこともあるからね。つまらない私だけど、一生あなたの世話をしたいと思っていた。あなたが捨ててしまうのももっともだけれど、誰があなたの代わりになって私を慰めてくれるものがあると思って立っていくのだろうと思うと、恨めしいよと言って女王は非常に泣いた。侍従も涙でものが言えないほどになっていた。ママが申し上げましたことは無論でございますが、その他にもご一緒に長い間苦労してまいりましたのに、思いがけない縁に惹かれて、しかも遠方まで行ってしまいますとは、と言ってまた、玉かずら、耐えても山路行く道の、田向けの神もかけて誓わん。命のございます間は、あなた様に誠意をお見せします、などとも言う。侍従はどうしました？暗くなりましたよ。と、第二夫人に小言を言われて、侍従は夢中で車に乗ってしまった。そして、後ばかりが帰り見られた。困りながらも、
長い間離れていかなかった人が、こんな風にして別れていったことで、女王はますます心細くなった。誰ももらい手のないような老いた女房までが、もっともですよ。どうしてこのままいられるものですか。私たちだって、もう我慢ができませんよ。こんなことを言って、他へ勤める手鶴を探し始めて、ここを出る決心をしたらしいことを言い合うのを聞くのも、末摘む花の身には辛いことであった。11月になると、雪やみぞれの日が多くなって、他のところでは消えている間があっても、ここでは丈の高い枯れた雑草の影などに深く募ったものは傘が高くなるばかりで腰の白山をそこに置いた気がする庭を今はもう誰一人出入りする下男もなかった。こんな中につれづれな日を送るより仕方のない末摘む花の女王であった。泣き合い笑い合うこともあったジジュがいなくなってからは夜の塵がかかった頂戴の中でただ一人寂しい思いをして寝た。源氏は長く焦がれ続けた紫夫人のもとへ帰り得た満足感が大きくて、ただ恋人たちのところなどへは足が向かない時期でもあったから、常陸宮の女王はまだ生きているだろうかというほどのことは、時々心に昇らないことはなかったが、探し出してやりたいと思うことも、急ぐことと思われないでいるうちに、その年も暮れた。4月頃に花散る里を訪ねてみたくなって、夫人の了解を得てから、源氏は二条の院を出た。幾日か続いた雨の残り雨らしいものが降ってやんだ後で月が出てきた。青春時代の忍び歩きの思い出される縁な夕月夜であった。車の中の源氏は、昔をうつらうつらと幻に見ていると、形もないほどに荒れた大木が、森のような屋敷の前に来た。高い松に藤がかかって、月の光に花のなびくのが見え、風と一緒に、その花が懐かしく送られてくる。
立花とはまた違った感じのする花の花に心惹かれて、車から少し顔を出すようにして眺めると、長く枝を垂れた柳も、土塀のない自由さに乱れ合っていた。見たことのある木立であると源氏は思ったが、以前の常陸宮であることに気がついた。源氏は物哀れな気持ちになって車を止めさせた。例のこれみつはこんな尾行に外れたことのない男でついてきていた。ここは常陸宮だったね。さようでございます。ここにいた人がまだ住んでいるかもしれない。私は尋ねてやらねばならないのだが、わざわざ出かけることも大層になるから、この機会にもしその人がいれば会ってみよう。入って行って尋ねてきてくれ。住主が誰であるかを聞いてから私のことを言わないと恥をかくよ、と源氏は言った。